バカたれ、でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だって、さっきおむつ替えたばっかりなのに、もううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた替えたらんかい。おー、ビルビルーパー。なんでじゃ。頭がそばにおったら、泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ、悪い。ああ、もううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ、頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう、ああ、はいはい、終わり。よーし、しくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ユータ。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。あ、その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実は昨夜お前から話を聞いた後、すぐにスナック清美に行ったんだ。清ちゃん、なんて言うとりました？それがあいにく不在でな、会えなかった。なんじゃ、そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです？俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方、ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。ほうですか。わしらと同じで、キヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何、自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合、最初からバレバレだったじゃないですか。バカたれ、そがんなことな。おい、現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろうが。いや、割と最初から分かっていたぜ。お前はすぐに顔に出るからな。腹の中が読めねって意味じゃ、ハルトの方が役者は上だな。そんな、ちょっと待ってつかさよ兄貴。
お前、逃がさねえぞ。手間取らせやがって。お前が盗んだものは返してもらうぞ。しばらく寝てろ。どうした？何か食べるものを。腹が減っているのか。何か持ってきてやるか。わかった。何か持ってきてやるよ。できればとんかつ弁当を。何なんだこいつは。だが放ってもおけねえ。仕方ねえ。とんかつ弁当を渡してやるか。おいお前、何をやってる？くそ。突然ごめんなさい。いいですか？聞きしたいんですけど、今ってその何年でしたっけ？何年かってのは、だから今は西暦で何年かなって。2016年だ。
2016年？本当に？やっぱりそうですよね！やったー！うまくいったんだ！そっか。じゃあ、ここは本当に1年前の過去？そしてこれが1年前の私？確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。あ、やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？2017年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか。そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは、今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その2人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に1人。どうです、わかりました？ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は、2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。え、なんで？ちょっと待って。私、今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません？わかった。もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そうこなくちゃ。私、ミクって言います。俺はキリュウだ。わかりました。キリュウさんですね。とりあえず、なんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。その、お前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか。いや、そう言われてもな。ってことは、お前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。なら、その間に何か変わったことは起きたか。変わったことって結構急に言われ。そうだな。例えば、大きな地震とか事故はなかったか。あったかな。多分大きな地震はなかったけど、あ、事故なら面白いのがあって、私のママが車で何度パパを引いちゃったんです。怪我は大したことなかったんだけど、うちのパパほんとトロいし冴えなくて。いや、そんな身の回りのことを言われてもな。新聞を騒がせるような大きいのはないのか。今時の女子高生は新聞なんて読みませんよ。ニュースはだいたいスマホで。あ、2017年にはスマホっていうのがあるんだけど。スマホくらい俺も持ってる。あ、そっか、そうですよね。まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。何か他に証拠として未来にしかないもんとか持ってたりしないのか。未来の日付の新聞とか。
来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。つまり証拠は何もないってこと。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。わかった、信じてやるよ。え、本当ですか？そうでも言わないと話が終わらないんだな。俺もそこまで暇なわけじゃない。そんな言い方あります？それにお前も何か目的があって2016年に来たんだろ。邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないです。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。じゃあな。お前、逃がさねえぞ。めんどくせえ野郎だ。手間取らせる。お前、逃がさねえぞ。やるしかねえか。しばらく寝てろ。お前、逃がさねえぞ。なんじゃ、やるんか。たく、時間食っちまった。何をやってんだ。遺骨と一緒に高価なもんが埋められとることがあって、売ると結構な金になるんじゃ。こんなことはもうやめておけ。お願いです、これを持ってきてもらえますか。お願いです、これを持ってきて。
ん？おら！まだまだこんなんじゃ済まねえぞ。逃げ切れるつもりでいたんだろうがな。ダメんだよ！ざまねえな、ジョア。おら、立て！きっちりけじめつけろや。あ、待て。ん？何見てんだ、おっさんよ。消えろや。何があったか知らねえが、もう十分だ。その辺にしておけ。なんだこいつ、知らん顔してりゃよかったのにや。正気か？大丈夫か、お前。ダメだ、おっさん。ん？逃げてくれ。こいつらは。もう押せ。トロくせえ親父見てると、ムカついてしょうがねえんだ。お前らは何なんだ？俺らはな、ジャスティスだよ。ジャスティス？僕はジャスティスの孔明。おっさんは名乗る必要ねえぞ。どうせすぐあの世行きで。ジャスティス的に回したらどうなるか思い知るや。助かったよ。お前、立てるか。逃げてくれって言ったのにさ。すげえな、おっさん。医者に見せた方が良さそうだな。それより早くここを離れねえと。ジョーさん、ひでえ。ジャスティスの奴ら、ここまでやるなんて。お前、こいつの仲間か。あ、はい。あの、ジョーさん助けてくれたんですよね。その、ありがとうございます。礼はいい。それより、追っ手が来たら面倒だ。とりあえず、こいつを移動させるぞ。あ、はい。うちらがたまり場にしてる店があるんで、そこに連れて行きましょう。わかった。まさかこんなところがアジトとはな。俺の妹がバイトしてるんです。マスターもいい人で友達になりまして。お前らと友達になった覚えはねえよ。たく、勝手に人の店をたまり場にしやがって。あの、キリュウさん、すみません。兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで。兄ちゃん、私、ジョーさんに痛み止め買ってくるよ。ああ、頼む。あの、キリュウさんでしたよね。改めまして、俺はマサオって言います、ジョーさん。いや、城島さんとは同じ小学校で、俺が1年の時、城島さんは6年でした。俺らにとってジョーさんは伝説的な不良で、それがこの間、何年ぶりかで尾道に戻ってきたんです。その時は、もう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよ。ジョーさんは東京まで行って名を上げたすげえ人なんです。カムロ町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから。何？分かってます。さっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね。俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけど、ジョーさん、どうも組織から綺麗に抜けられなかったみたいなんです。それでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくて。わざわざカムロ町から追ってきてるのか。俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが、一体何なんだ、そのジャスティスって連中は。そっか、あんたカムロ町から来た人なのか。
さっきは助かった。あんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからない。あんたは命の恩人だけど、俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う。ん？あんたも連中にジャスティスに目つけられちまった。なんだって？キリュウさん、カムロ町で孔明と？ああ、会って少し話をした。そうか。その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確かレインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男。今じゃカムロ町の若者のカリスマだ。あいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってる。それが今のジャスティスだ。でも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ。途中でいろいろあってね、岡田もジャスティスも変わっちまった。今じゃただのギャングチームだよ。それでお前はジャスティスを抜けたわけか。まあね、いくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど俺が甘かった。非通知でかけてきてる。多分さっきの連中からだ。ジョーだ。ああ、わかってるよ。違う、さっきのおっさんは無関係の通りすがりだ。ジャスティスのことも何も知らない。何？おい、ちょっと待て。ジョーさん？やつら、お前の妹をさらった。妹って、サチコが？嘘でしょ。無事に返してほしければキリュウさんを連れてこいって。分かった、やつらのところに案内しろ。今の状況分かってんだろ。奴らのところに案内しろって言うけど、相手はジャスティスだ。100人以上いるかもしれない。殺されたっておかしくないぜ。相手が10人なら助けに行って、100人なら助けに行かないのか。お前は。俺はそんなダセー基準で判断はしねえ。女を人質に取る連中が気に食わねえから行くだけだ。俺、仲間集めてきます。地元の悪ガキ連中集められるだけ。はっきり言って、奴らは日本で最大のギャングだぞ。そこまでちゃんと分かってんのか。相手が最大のギャングだからとか、そんなダセー基準で判断するのは俺も嫌っす。巻き込んでしまって本当にすまない。そして今までダセーこと言ってすまなかった。キリュウさんやお前の言葉で目が覚めたよ。サチコを助けに行く。みんな俺に力を貸してくれ。おう。すぐに仲間を集めるんで、キリュウさんも準備できたら俺に声かけてもらえますか。わかった。キリュウさん、行こうと思います。ご一緒お願いできますか。準備できたら。いらっしゃ。うまいな。さ、行くか。ありがとうよ。手を抜いてもらうのがお前の命だ。
豆腐いかがですか。あのそこの方、豆腐いかがですか。うん、いや悪いが間に合ってる。そんなこと言わずにお願いしますよ。うちの豆腐結構絶品ですよ。いらないと言ってるだろう。一丁だけでもいいですから、お客さんが買ってくれないと。俺しつこいやつだな。ん、お前まさかポケサーファイターか。え、あれ、もしかしてカズマくん。久しぶりだな。初めて会ったのってあれバブルの頃だからもう30年前くらいになるのか。もうそんなに経つのか。カムロ町でお前とポケットサーキットで遊んだことついこの間のように思い出せるぞ。うん、俺も不思議とそんな感じがするよ。あの頃は楽しかったな。いやでもカズマくん、ずいぶん老けたね。全然気づかなかったよ。お互い様だ。お前だって昔あった覇気がなくなってるぞ。ああそうかな。まあ人は変わるからね。でもまさかこんなところで再会するとは。豆腐屋をやっているんだな。ああ引退した後しばらくしてから実家の広島に帰ってきたんだよ。そういうカズマ君は広島には観光かい。いやちょっとした用事でな、しばらくはこっちにいる。そうなのか。じゃあ今度時間が合えばゆっくりご飯でも。はい、ダディ。ん、ダディ。紹介するよ。この子はサキト、俺の息子なんだ。ポケサーファイターに子供が。お前あの頃は童貞だったのによ。それは言わないでおくれよ。ダディ、この人は誰。このおじさんはね、お父さんの昔の遊び仲間さ。カズマくんって言うんだ。カズマおじさん、はじめまして。ナイスツー。なんかすごい子だな。びっくりしたかい。家庭の方針で毎日英語教室に通わせていてね。英語教室。あれ、そういえばさきと今日の英語教室はどうしたんだ。それは。お、こんなところにいたの。マミー、早くしないと英語教室に遅刻しちゃうでしょ。マミーの負担を増やさないでちょうだい。でも口答えしないの。いい、さきと、時代はグローバル社会なのよ。英語くらい喋れないと落ちこぼれてダディみたいな。ソーリーマミー、僕英語教室に行くよ。わかればいいのよ。それじゃあ行きましょうね。あなた、これ以上さきとに悪影響を与えないでくださいね。それに道草食ってる暇があったら一つでも多く豆腐を売って学費を稼いでちょうだい。ああ悪かったよ。ごめんよカズマくん、恥ずかしいとこを見せちゃったね。いや今のはお前の奥さんか。なかなかきつそうな人だったが。そうだね。でも優しいところもあるんだよ。彼女は息子のサキトを立派な大人にさせるため気を張っているんだ。俺みたいな大人になったら大変だからね。そんなことはないと思うが。それじゃあすまないけど、そろそろ仕事に戻るよ。カズマくん、久々に会えて嬉しかった。しばらくこっちにいるならまた顔を見せに来ておくれよ。ああわかった。豆腐売るの頑張れよポケサーファイター。ありがとう。いやあカズマくん、豆腐いかがですか。毎度ありがとう。またよろしくお願いします。いらっし
またどうぞ。これを持ってきてもらえますか。そう、これです。ありがとうの。時間に戻れないなんて。おい、どうした？あ、キリュウさん。ん？私です。ほら、ミクです。タイムリープの。お前だったか。どうした？泣いてるのか？うん。話すと長くなるんだけど。キリュウさん、私の話聞いてくれるの？ああ、女の涙を放ってはおけないからな。話してみろ。俺でよければいくらでも聞くぞ。うん。あのね、実は私、例のタイムリープの力が消えたの。そうか。やっぱりまだ信じてくれてないんですね。でも私嘘なんてついてない。本当に何回もタイムリープできてた。仮にそうだとしても、そもそもお前はどうやってタイムリープしてたんだ。目を閉じて自分が戻りたいと思う過去の記憶を強く念じる。それだけでいいの。初めてタイムリープできたのは、私がパパにひどいこと言ったとき、その言葉を取り消したい一心で祈ったの。時間よ、戻れってね。父親に言ったひどいことってのは？私のパパはさ、いつも陰気で自分に自信なくて、全然父親の威厳がないの。そのおかげでママは、よその男と家族はバラバラ。パパはママの浮気に気づいてもおどおどしてるだけで何も言えない。そしてあの日も、その日はじとじとして、私はテストの点数が悪くて、お前だから、その時初めて私、家族で気づかないふりしてたママの浮気のことも全部パパのせいだって怒鳴ってた。私の言葉で泣き出すパパが惨めで、だから余計。分かった。もうその後、パパと話す前にタイムリープできた私は、今度は言葉を全部自分の中に飲み込んだ。あれはやり直せて本当に良かった。それからはタイムリープに夢中。図書館で SF のおかげで暗い家のことを思い出さずに済んだ。でも結局何もわからないまま、あの力は急にまた私の中。どうしたらいいのかな。このまま元の時間に戻れなかったら私。なあミク、それはそんなに困ることなのか。え？一年だけ過去に戻ったんなら、また一年待てば元に戻るってこと。そう、普通の人にとってはそうだよ。でもじゃあ同じ一年をまたやり直せっていうの？あのパパとの陰気な生活をもう一度？ミク。おーい、ミク。あ、
パ。よう、今帰るところなんだよ。パパと一緒に帰るか。え、でも。そちらの方は。あ、この人は桐生さん。知り合ったばかりだけど。桐生です。ご心配なく、お嬢さんはすぐにお返しします。そうですか。いや、ご丁寧にどうも。うちの娘がお世話になっています。じゃあミク、父さん先に帰るよ。今日の晩飯はご馳走だって母さん言ってたぞ。聞いてた話と違うな。別に冴えないわけじゃねえし、神さんとも仲良さそうだが。そうだ、この時はパパまだ元気で。思い出した、パパ。ん？パパ。あ、すみません。いたたたた、いて。え、いや、そんな。骨が折れたろうが、おっさん、こら。こりゃタコつくで。でも、あの、私は許してください。死の子の抜かす前に土下座せえや。踊れ。私、大丈夫だミク。今から始まるのはお前が見てきたのとは。え、おい、その親父さんから手を離せ。あ、なんじゃ踊れは。俺が代わりに相手になってやる。それでもよくない。かかってこい。本当に桐生さんのおかげで助かった。元の歴史だとね、パパは私の目の前でチンピラに殴られながら何回も土下座したの。その後は泣きながらお金まで払ってた。パパはそんな姿私にだけは見られたくなかったと思う。だろうな。それまで明るかったパパは私と目も合わせないし、何をするにも自信をなくした。だから家の中はずっと重苦しくて、ママもそんなパパを見ていられなかったんだと思う。それまでは二人ともすごく仲が良かったのに。じゃあその暗い歴史はお前のタイムリープで綺麗に書き換えられたってわけか。うん、多分私はそのために神様からほんの一瞬だけタイムリープの力は。どう、キリュウさん、私のこんな話信じてくれる？まさかな。結局証拠はお前の話だけだ。もう少しは信じたんじゃないの？昔をやり直す、そんな力が本当にあるのかどうか俺にはわからない。ただ人生は一度きりだ。一度生まれて一度死ぬ。それはお前も変わらない。途中を何回やり直したっていい。ただそのことを忘れるな。うん、そうだね。ねえ、桐生さんはやり直したい過去ってある？どうだろうな。俺には全部一回勝負ってのが性に合ってる。そっか。もしまたタイムリープできるようになったら、その時は
キリュウさんに証明しに来るからね。その時は未来の万馬券を見ておいてくれ。それが的中したら信じてやるさ。わかった。それじゃあね、キリュウさん。ああ。キリュウさん、行こうと思います。ご一緒お願いできますか？ありがとうございます。よっしゃ、みんな行くぞ！やっぱり相当な数いますね。向こうも俺らが人数集めてくると見越してたんだ。でも、こっちも頭数は揃いました。数では劣るけど、やり方次第ではなんとかなるかも。この喧嘩は俺たちの喧嘩です。キリュウさんはなるべく巻き込みたくない。正直うちらは寄せ集めのチームなんで、全然統率が取れていないんです。このまま真正面から作戦なくぶつかっても多分返り討ちに遭ってしまう。だからキリュウさんには俺たちのリーダーとして監督みたいな感じで采配を振るってほしい。采配？
ええ、戦況を見て俺たちにどうしたらいいのか指示を送ってくれませんか。普段はあまりやらないが、分かった。ジャスティスはお前の敵だ。お前の手で蹴りをつけろ。よし、それじゃあ行くぞ。幸子を奴らから取り戻す。絶対勝つぞ。全員やっちまっていいんですよね。皆殺しにしてやりますよ。ぐちゃぐちゃにしてやる。俺らの恐ろしさ刻み込んでやる。ぐちゃぐちゃにしてやる。腕が鳴りますよ。こいつら締めりゃ、俺らもこいつら締めりゃ刻み込んでやる。俺らの恐ろしさ刻み込んで、ほらほらほら。ぐちゃぐちゃにしてやる。俺らの恐ろしさぐちゃぐちゃに刻み込んでやる。ぐちゃぐちゃにしてやる。こいつら締めりゃいいぞ。全員やっちまっていいんですよね。みんな殺しにしてやりますよ。少し乗ってんじゃねえぞ。殺す、ぶっ殺してやる。少し乗ってんじゃねえぞ。お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。あらかた片付いたな。キリュウさん、ナイス采配っす。てめえら、俺らに手出してタダで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど、仕方ねえよな。加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。そう、女を人質に取るような奴は気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら死にさらせ。
これでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー、岡田の目を覚まさせる。俺はレインメーカー、岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時カラーズって呼ばれてる若いギャング連中がいっぱいいてね。ブラッディアイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。でこれからどうするんすか。ジャスティス潰しに行きますか。こいつらに手出した以上、カムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は六教人が出てくる。なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。俺の見立てじゃ多分その一人一人が桐生さんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、桐生さんと同じって、そんな。六教人